はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということでですね、ちょっとこの動画は、はい、いじめについて、はい、ちょっとねニュースあったんで、うん、ちょっともう広告なしで、うん、ちょっとやりますけど、はい、昨日この動画撮ってる前日なんですけども、うん、昨日やから何日や19日ですか、ちょっとね、ツイッター上で見て、そんな事件があったんやと思ったんですけども、はい、まあ、北海道の旭川ですかね、旭川でその14歳の女の子が凍死して見つかったっていうね、で事件がありまして、その原因がいじめやということで、うんうん、ニュースになってて、でちょっとねこれ内容はちょっとこの動画ではちょっと言えないぐらいのえぐい内容なんですよ。まあまあ、あの検索していただいた、ね、ちょっともうニュースのヤフーニュースかなんかで見ていただかないとね、ダメですね。ちょっと動画ではちょっと控えます。結構過激でしたよね。過激ちょっとすぎて、ちょっとひどいなっていう話で、ちょっとは我々もあんまりその普段楽しいことずっとやってるんですけど、ちょっとこれ動画で一言言っとかなあかんかなっていう、やっぱり発信する側の人間として言っとかなあかんかなっていうことなんですけども、でもそのまあ3人ぐらいからいじめたらいられてたらしくて、はい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 、でそのまあ LINE でそのね、うんうん、あんまり良くない画像を拡散されたり、うんうんうん、とか、実際呼び出してそういうことさしたりとか、うんうんうん、そういういじめが4年ぐらい続いたらしくて、わで4年間ずっとあの学校にも訴えかけてたし、多分おそらく警察にも相談してたんかな。あ、うん、結構叱るべき対応は全部やってたってことね、うんうん、で、あそっか、まあ、本人も悩んで、親もそうなんですけども、うんうんうん、で学校の先生はあのいじめはありませんっていうことでずっと無視をし続けてたっていう、ありませんっていう、ありませんはいいんですけど、そのどういう調査をしたんだっていう話ですよね。でそのなんか担任の先生やったかな、女の先生は、はいはい、その親がなんか連絡を取ると、うん、あの私彼氏とデートなんで今度にしてもらっていいですかみたいな、明日にしてもらっていいですかみたいな、そういう無責任なこと。それちょっといいおかしいでしょ、ねえ、で、はあ、僕ねそのいじめられる方が悪いっていう、まあ、世の中の風潮もないこともないでしょう、まあ、ありますね、うん、僕はでも、集団で一人をいじめるのは何があってもダメやと思ってる人なんで、いじめてるやつが悪いと思ってる人なんですよ、僕は、うん、だって集団ですから、別に1対1やったら対マンでやれやる、でもそりゃそうですよね、うんうん、まあ、いじめるというか、まあ、1対1でそう言い合うなら別にいいと思うんですけども、その集団でその弱いものをいじめて追い出すというか、そういうのはね、追い詰めるというか、ね、何があっても僕はちょっとあんまりね、こう許せんタイプなんで、ちょっと怒ってますけどね、僕今日、うん、こう見ても、うん、なるべく柔らかく言うようにはしてますけど、うん、うん、でね、まあ、もしこの動画見てて今いじめられてる人とかいたらこういうふうに考えてほしいんですけども、うん、人ってなんでいじめられるかって言ったら、そのいじめられてる側の人が能力高いんですよ。あー、なんか、うん、よく聞きますね、それね。何らかの能力がいじめられてる人の方が高いんですよ。まあ、いじめる人間の心理っていうやつ、それですよね。いじめる人間っていうのは、自分よりもいじめられてる子の方が能力高いから排除したがるわけなんですよ、うん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 、でそれをいじめという形で、追い込んで排除してしまうという、ひれ伏せさせるというか、そういう現象なんですよ、うん、でそれ一人でようやらんから3人とか4人とかこう集団になってやるわけでしょ、うん、まあいわゆるいじめる側ってある意味心が弱い部分があるっていうことですよ、それね、いじめるやつ大体そうなんですよ、なんでいじめるかしたら、その子の方が能力が高くて自分より優れてるからいじめるんですよね。いじめられてる人は自分の方が能力高いと思ってください、まず、うん、そう受けた時は、うん、で能力高いと思って、で、まあ、ちょっと我慢は必要かもしれないですけども、まあ、大人になるとかもうちょっと何年か経って、た時に、合法的にそのいじめたやつに仕返しをしてほしいなと思います、うんうん、僕はそういうタイプなんで、はいはいはい、僕もともといじめられっ子ですから、はい、若い時かもう小学校ぐらいの時はね、うんうん、だからそれを大人になって合法的に、まあ、大人になるか、まあ、ちょっと年数経つか知らないですけども、
合法的、今ネットで何でも検索できるんで、まあそうですよね、合法的にそういう人たちを排除するというか、ね、やっつける方法はいろいろあると思うんです、うんうん、いろんなところに相談するとかもあるんですけども、うんうん、でやっぱ警察とかはその事件が出ないと、まあ、そうですよね、完全な刑事事件にならないと動かないんですよね、うんうんうん、でそのいじめられてる段階ではこれ介入できないことがほとんどやったり、うん、でその証拠が分かりやすくあれば動きやすいかもしれないですけども、まあ、ただそのいじめてるその今回の内容犯罪なんで、まあそうですよね、うん、やってることって他人強制してそういうことをさせるっていうのは犯罪なんですよ、だからその証拠があれば本当は警察動かなあかんねんけども、うん、その証拠がないのか、うんうんうん、まあ、ちょっといろんな事情で警察は動いてないんですけど、うんうんうん、まあ、それに学校の先生も動かないと、多分ね僕調査すらしてないんちゃうっていう、いやだと思うんですけどね、うん、だって拡散するようなことしたりとかしたら、うん、ある程度なんかね、うん、手がかり1個ぐらい出てくるでしょ、携帯取り上げたりしまいの話だから、ね、取り上げてみたら、ね、まあ、それをするとどうのこうのとかいう保護者がいてるんやろうけども、いやでもそれをね、ありませんって断言するあたりでちょっとなんか、うん、ええー、みたいな、ね、そこ難しいところなんですけどね、昔みたいにこう強制的に携帯取り上げてチェックするとかいうのは多分今できないはずなんで、それもなんか微妙、じゃあ携帯持ってこさすなよと思うんですけど学校に、いや本当そうか、もう持ってきてもいいけど授業中全部預かるとか、うんうんうん、学校終わるまで預かるとか、うんうんうん、そうか、まあでも放課後にもやってたんかな、そういうことをな、なんか、あ、なんかいろいろそういういじめみたいなことをやってたらしいですよ、まあ、なんでそんなことなんでそんなことすんねんっていうことは稚拙なんですけど、まあなんかだから、ね、そうですね、ほんで本当にいじめられて本当に悩んで、でも親にも言えない先生にも言えないっていう子が多分ねほとんどだと思うんですよ、いやほとんどですよ、うん、私もまあいじめあってたんで、まあ きっかけというかそのいじめられた原因がやっぱ私がね名前がバチバチの外国の名前で、なんかやっぱりこう妙に目立つと、うんうん、でそれでやっぱりこう変に因縁つけられて、うんうん、まあ、韓国人ってこういう風な習慣あるんやねって、あれなんかこう根も葉もない嘘を言われて噂広められてね、一人ぼっちになったっていう時期があったんですけど、まああれはね本当に言えなかったですもん、親に、私親にも言えんし先生にも言えんし、言えなかったです、もう言った時点でなんかまたことが大きくなって余計にいじめがひどくなったらどうしようっていう心理で私言えなかったんで、まあ、結局他のそのなんかおかしいなって思った子が先生に言って私の親の耳に入ってバレるっていうのがあったんで、でも本当にそのいじめられてちょっとしんどい人っていうのはまあ、身内ってなかなか話しにくいところもあるんで、そうなんです、ね、まあそのいろいろそういう相談の電話するところもありますし、今ねそういうのありますよね、うん、で僕らの時代はね、うん、お寺行ったりとか、で神社の神主さんをその子供の頃話したりとか、そういうことはしてましたね、あのね誰かそういうところ行けば誰かは助けてくれると思うんで、うん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 、ほっとかないと思うんで、うん、とりあえず誰かに言うっていうのは絶対必要かなと思いますね、まあ、抱え込むと本当に何だろう、うん、自分自身を追い詰めちゃうじゃないですか、うん、結局だその結果がやっぱり自ら命を絶ってしまうっていうね、うん、選択をせざるを得ないっていう状況になっちゃうので、うん、これ ね、まあ、今回リアルのいじめの話なんですけど、うん、ネットでもあることなんで、ネットいじめっていうのも結構、まあそれもネットいじめに近いんかな、 LINE でそのグループにそういう、そうだから私らの時代になかったその SNS での、うん、いじめ、うん、あれ結構ダメージ大きいですよね、大きいらしいですからね、なんか、まあ、私の場合はなんか変に噂流されてなんかいろんな人が無視されるみたいな、なんかいじめやったんですけど、でもまだそっちの方が生優しいなって思いましたもんね、うん、内容とかそういうの見てみると、本当に言い方はですけど陰湿、うんうん、今だからその、ね、ネットでもその、ね、叩きまくられて自殺した人何人かいてますから、うん、去年だけで ねいてるんで結構、まあ、YouTuber でも結構いましたんで何人か、いやでもね、木村花さんとかもそうかな、うんうん、あプロレスラーね、文字で罵られると、うん、言葉で言われるダメージでかいっすよ、うん、目に残るし何回も見れるじゃないですか、うん、残っちゃうんで、うん、言われたのってもうなんか
時が経てば忘れるではないですけど、なんかちょっと若干こうニュアンス変えて頭の中で変換できるじゃないですか、人間って防衛反応があるんで。でもやっぱ文字って残酷なまでにそのままの意味伝えてくるんで、さらやみますよ。でまあほんとね、その YouTuber の自殺とかの場合やと、そのコメントがそこにもろ残るんで、ね、でまあ何万人何十万人ぐらいの登録の人って消す作業もできないんですよ、多すぎて。そんだけ週一体何万とかになると、もうどうしようもなくなりますから。それを解決するというのはなかなか難しい話なんで、一旦その出ちゃったものがね、で一旦出ちゃったものってツイッターとかで、スクリーンショットして拡散されたりとかする、ね、だからもうね、いわゆるデジタルタトゥーですよね、まあ、これは ねちょっと法律ちゃんとした方がいいと思うんですけど、本当なんかもう無法地帯もええとこですもんね、正直無法地帯ですね。やりようはあるんですよ、その数が少なければ別に裁判で、IP 開示請求というのができるんで、それをやれば相手の住所は分かるんで、まあ、ちょっと裁判費用かかりますけど、まあ、それはできるんで、裁判費用かかるんで、だいたい貯めてからやるんですよ、あれ。ある程度ね、誹謗中傷、例えば10人とか20人貯めてからいっぺんにやった方が安いんで、はいはい、あ、なるほど、はい、YouTuber やってる人はそれを覚えておいてください、あんまりひどい時に、それ裁判で訴えるというか、まず開示請求して、住所を聞き出すんですよ、で住所を聞き出してからはその住所宛てに、裁判して、訴えるのか、まあ、その住所宛てに自分が乗り込むのかまあいろいろできるんで、とりあえず住所を開示さえしてもらえれば、あとはまあどうにでもなるんですけど、でもまたちょっとね、その一体何万とかなるとなかなか難しいという、まあ、法律もそうですけど、やっぱりそのいわゆる何ですか、ね、ネットリテラシーっていうんですか、あえてモラルのところの教育もね、ちょっとこうしていかなきゃいけないのかなっていうふうには思いますね。だってどう扱ったらいいんだろうっていう迷いがあるじゃないですか、実際、まあ、この動画を上げるにしても、どういった発言が OK で、どういった発言がダメなのかっていうのもやりながら分かってくる、いろんな人のやってるのを見て、あ、これいいんか悪いんかって判断つくんですけど、やっぱりそこら辺なんかこう標準装備としてみんなが理解があったら、ここまで揉めないのかなっていうふうにも思ったりもする場合があるんで、書き込みのね、そういったこととかね、あのね、書き込んでる方は言うたら、その僕らが家でテレビ突っ込んでるようなもんなんですけども、それが非常に傷つくことが多いんですよ ね。それってやられな分かれへん時があるんで、やってる人って分かんないんですよ。そう、相手の立場になってものを考えるっていうところがね、やってる方は匿名やし、ね、何にも痛くないんで、全然分かんないですけど、自分が発信すれば分かると思うんですよね、自分が発信する立場になったらそれがどういうことやねっていうのがよく分かるんで、ただまあその誹謗中傷はね、やっぱりちょっと法律で規制するべきやなっていう。で YouTube とかって YouTube でね、まあ、YouTube 自体がもっと規制するべきなんじゃないと僕は思いますけども、まあ、最近ちょっと厳しくなってきましたけど、 YouTube はそういう変なのが自動でこう反応するようになってきてるんで、 AI がね、最近 AI 賢くなってきてるんで、なってきてるんですけど、そういうのもうちょっと進化してくれたらええけどなとか思ってるんですけども、本当なんですかね、心優しい世の中になったらええのになっていう風にしか、なんかすごいアホな発言して申し訳ないんですけど、なんかみんながみんなね、相手を思いやれる社会になったら、ここまでややこしいことならんのにとか思ったりっていうこと結構あるんですよ、もう、ね、まあ、日本、韓国、中国っていうのは非常に誹謗中傷が多いですよ、ネットの中で、ね、アメリカとかの人に言わせてみる、なんでそれでそんなに批判しなあかんのやっていうようなことが結構あるらしくて、日本人ってなんか、なんでしょうね、その人の上に立ちたがるんかな、そのマウントしたがるんですよね、その自分の方が上だっていうのを、そういうコメントを書くことによって、なんか相手を叩きのめすっていう快感を得ちゃうんでしょうね、まあ、俺の方が上だ、俺の方が偉いんだみたいな、確かに評価基準が自分じゃなくて、自分以外のものなんでしょうね、言ったら、ただ欧米系の人たちってもう個人主義なんで、自分がどうするか、自分が何をしたいかっていう、なんかこうそういう考え方なんで、まあ、いわゆる私らの目から見たらちょっと自己中に見えんなみたいな感じのなんか行動をしはるので、あの人たちは、まあ、そういったことに対して他人が何を言うと全然ストレスじゃないっていう人多いですもんね、言ったらね、まあ、そこら辺なんか人の目気にしすぎるのが良くないかなっていうのはね、
見てて思うんですけどね。やっぱりちょっと他人を叩いて自分を上げるっていうのはやっぱ良くないし、なんかそれでは幸せにはなれんのじゃないと僕は思いますけどね。それやったら自分のその能力を向上させる方に力を使えばと僕は思うんですけども、まあそんな言ってもそういうのやってる人には多分分かんないと思いますけどね。そうですよね。だからもう無意識ですもん、だからもう法律で規制するしかないですよ、そういうの。本当法律をもうちょっとちゃんと、だからこんだけもうネットが広まってから20年25年ぐらいになりますけども、まだそういうところの法律が何もできてないんですよ。いい加減なまんまなんで、もうそろそろそういうのちゃんとした方がいいんじゃないっていう。だから匿名やからあかんわけで、その身元も分かる状態でやればいいんですよ、書き込みとかは。まあ書き込みするにはなんかこう、ね、一部 ID を作っといても、ね、これがネットの書き込みを ID やって、国が ID を、ね、まあ、マイナンバーみたいなもんですよ、ネット上のマイナンバーを作って、でその ID で書き込みするみたいな感じにしとかんと、もう何かあったらそのすぐ ID が取れるようにしとかんと、まあ、そういう風にしていくべきやと僕はもう、でも20年前から思ってましたけど、2チャンネルとかの時代から思ってました。まあ、でも2チャンネルね、それをいちいちその開示請求っていうのに踏み込まないといけないんで、じゃあそれなしにそのもう簡単に調べれるというか、まあ、そうですよね。発信する側の人権も守らなきゃいけないですよね、言ったらネットで、その見てる側の人権守るのはもちろんのことですけど、だって晒してるじゃないですか、まあ、いわゆる私らも晒してる状態なんで、ね、なんかあったらそらこっち守ってもらうと困るわみたいなところね、あると思うんでね、本当に。だからもうそのフェイスブックであんまりそういうのないっていうのがそこなんですよ、あれ実名でやってる人多いから、ね、まあ、ああいうふうにすればいいんですよ、YouTube も、もうこの1人 1ID しか発行できないと、だからそこに別に名前とか住所は載せんでいいで、分からなくていいけども、その ID が何をしてるかぐらいは見れるようにするんですよ、フェイスブックみたいな感じで。でそうしとけば、あの、追跡はできると。で、まあ、開示請求するときはもっと簡単にできるように、まあ、これは多分法律改正なんかするようなこと言うてましたけど、まあ、そういうふうにね、ちょっと今回いじめについてうんと思ったことがあったんで、ちょっとね、やっぱりその14歳で、そんなことで、ね、14歳でね、家飛び出して投資って、投資どんな思いして、もう4年間だから、ね、もう我慢でき、まあ、そらすね、それ考えただけで私ちょっと泣きそうになりますよ、ほんま。だって14歳の子がそう見つめるって、うわー思って、ね、あの人を叩かない、まず、あの僕はそう思ってるんですよ、この YouTube やってても、その、特定個人を叩いたりとかはしないっていう、まあ、全体的にこういう考えはあかんと僕は思いますっていうことは言いますけど、あの誰々を叩くっていうことはまずそんなしょぼいことを僕はしないようにしてるんで、まあ、これをあのうちの、ね、視聴者さんはあんまりそんなことはしないと思います、はい。で、まあ、その、まあ、うちのチャンネルとかでも他に、まあ、たまにアンチとか出ると思うんですけども、はい、あのうちの視聴者の皆さんはそういうのを見かけてもほっといてください。あの全然敵なんて取らなくていいんで、何もしないほっといて気にしてらっしゃらない方が多いらっしゃいます。気にしてないというか、別に僕はその、あの勉強してるん で今までの人生経験でいろんなものと、まあ、戦うことも多かったんで、あのその辺は別にいいんですけど、視聴者さんも、まあ、まあね、あのね、たまにそのアンチコメントついたからって、それを追っかけてそれを叩くっていうことは、まあ、うちの視聴者さんにもあんまりしてほしくないなっていうのがありますね。もうほっとったらええんです。それするだけでもやっぱり心が疲弊するんでね、言ったら。だったらもうちょっとこう、なんていうんですかね、もっとご自身のためにね、時間を使った方が絶対有意義やと思うんでね。僕らはもう気にしない。大丈夫です。大丈夫です。僕はそういう面に関しては優れてるはずなんで、ね、はい、あの防御力すごい。防御力。防御力すごいですから。私はその陰にかかってずっとこうやってやる。そう。防御力はあるんで、まあ、ね、うちの人がたまにね、ちょっと過去に見かけたんですよ。アンチの人がいて、それを、まあまあ、その我々のことを思ってやってくれてるんだろうけども、そういうことは僕はいらないですよと。もうほっといた方がいいです。うちはこのチャンネルはこのチャンネルでみんなで平和にやっていこうと。まあ楽しくできたよね。あとね、ちょっといじめで、そうやっていじめられてる可能性のある人っていうのは、やっぱりあの気づいたら声かけてあげないかんなと思います。そうですよね、まずはそこですよね。なかなか難しいんですけどね。僕は結構分かっちゃう人なんですよ、あの、
意外とそういうとこめっちゃ微妙に決まってる。まあでも人のこと見てますんでね、うん、いつもと違うなってすぐ分かる人なんで、どうしたんとか言ってあの聞いたりはするんですけどね、そういうこともちょっとなんかね、あの大人がそういうのを気にかけるようになっていければ、そういうまあ中学生とか学生の人たちもうちょっと守っていけるのかなと思いますけど、うんうん、すごい過酷な環境の中でみんなね、うん、いてますよね、そうそう、今の10代の子ってね、うん、ね、本当に、まあ、ということですね、ちょっと暗い話題になりましたけども、うん、ちょっとそのいじめのちょっとあまりにもひどいニュースがあったんで、うん、ちょっといじめについてね、もう語ってみました、はい、はい、ということで、これぐらいにして終わりたいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではでは、ありがとうございます。